10レース日常戦に1着になりました太田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。まずちょっと昨日のオリオン賞のことについて振り返ってもらいたいんですけども、どうでしょうか。そうですね、オリオン賞に関してはやっぱり鉄フレームに体が慣れてないっていうのと、やっぱり時差の関係で体がまだ起き上がってないっていう感覚で走って、でもしっかりオリオン賞で走った経験を今日生かすことができたのかなっていうふうに思っていて、まだまだここから良くなっていくと思います。もちろん今日の指定練習や足見せも含めて全て感覚を確かめたっていう感じですか。そうですね、足見せに関してはしっかり感覚確かめれて、指定練習はちょっと乗れなかったのでそんな感じになります。自転車の乗ってる感覚としては今どれぐらい戻ってるっていうのはありますか。昨日オリオン賞に関しては6割60点ぐらいしか出せてなくて、今日に関しては80点70点ぐらいは出てるんじゃないかなっていうふうに。レースの方なんですけど、前中段からになりましたけども、作戦としてはもう切って切ったところを行くっていう感じだったんですか。まあ、もう蓋されることは前提に入ってたので、蓋されたら下げて、まあ、そこから行こうっていうふうな松浦さんの指示だったので、まあ、しっかり指示に従えたかなと思います。まあ、じゃあのどこからかます形になりましたけども、まあ、あれはもうスピードを一周半上げたっていう感じでしょうか。そうですね、もうずっとペースが上がっていくようにかけたので、もうちょっと修正するところあるかなというふうに思ってます。松浦さんの援護もあった一着だとは思いますけども、この一走はこれで押し切って状態、ご自身の感覚っていうのはどうでしょう。そうですね、まだまだ今日が80点だったら100点目指して頑張れると思うので、もうちょっとしっかり走っていきたいなというふうに思います。昨日は当日入ってのレースでしたけども、体調面っていうのはどうでしょう。そうですね、昨日本当体が重たくて足も重たかったんですけど、今日走ってみるとだいぶ良くなってるので、日に日に良くなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。この後はお部屋中心になりますが、またセッティングは触るようなところはありますか。そうですね、セッティング触りながらできることを全部やりながらシーズンを通していきたいなというふうに思ってます。わかりました。ではこの後に向けて意気込みをお願いします。はい、最終日までしっかり自分の実力を出して勝ち上がっていけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。